からスタートしますが、カーナンバー15番、ミツカタ PWG レーシング、坂井隆太郎。今回はダブルエントリー、ダブル V を目指しています、坂井隆太郎。はにかんだ笑顔が可愛いですね。タイムトライアルから全てトップを取ってきました。ジャフジュニア選手権でも有名な坂井。この全国大会も2年連続取るべく、ポールからのスタートです。3番手、オレンジ色のスーツ、吉井和弘。4番手、松尾瀬奈。ブライオリーの2人は、松尾シーバの方が若干紅色っぽくて、松尾瀬奈の方が若干青色っぽい。ヘルメットです。スタートを決めました、スタート。さあ、日本一のカデットを決める大会スタート。まずは坂井隆太郎。後ろをちょっと振り返りながら、ニコマがあえてアプローチをしていきました。後ろについているのはチームメイト、吉井は、インサイドにマシンを張って4コーナーへと進入。3番手、4番手なんですが、ここ一気に入れ替わっていた。おお、そして4番手、5番手、またいでまたいでる。インサイドを飛び込んできたのは、カーナンバー5番。おお、そして5コーナーのところで4台、4台がストップしています。自力で1台再スタート、自力で1台再スタート。あとの3台は止まってしまいました。再スタートくれたのは、先ほどの須藤虹人です。さあ、先頭は最終コーナーから立ち上がってまいります。止まってしまったのはカーナンバー1や25という情報が入ってきました。3台止まっています。トップは2コーナーへとアプローチをしていきます。坂井、そしてその後ろには吉井は、3番手にはカーナンバー8番の松尾、4番手には前田。さあ、ここと競り合っているのが松尾修馬の方ですね。さあ、カーナンバー9番の松尾修馬が、7コーナーのところではインサイドのマシーン、ラインを取ってですね、4番手に浮上してきました。さあ、カーナンバー21も止まったという情報が入ってきましたね。渡辺伊吹さんと、大田優斗と、あと、今も1、2、3台が、4台が止まってしまっています。トップは2周終了、3周目へと入っています。止まってしまった情報をちょっと拡張してますので、別件ナンバー違ってたらごめんなさい。3、21、25、1という情報です。トップはバックストレート、坂井隆太郎の後ろ、吉井和弘と、ビッタダのチームメイト対決。その後ろには、松尾瀬奈と松尾修馬という形になってます。瀬奈が前、修馬が4番手。5番手、前田宗介がキープして、6番手、国重ペアがいる。もうこれも予選と同じような状況となっています。7番手なんですけれども、ここが入れ替わっていきました。7番手に遠藤新太。あら。どこかで大きくドロップをしてしまったドライバーがいまして、ね、さっきまで、いたんだけど、今度いなくなったというドライバーが、上位の方にいます。前川なんですが、どこまでドロップしちゃったかな。さあ、トップはバックストレート、常川は9番手までドロップというところでしょうか。さあ、7番手には常川に代わりまして遠藤、8番手には木内、そして9番手に常川がいて、10番手松井の後ろから安藤ですが、これは安藤が前に出てきていまして、安藤が10番手に浮上して、その後ろにカーナンバー7番の松井秀喜とこの1周で入れ替わりました。12周の決勝は3分の1が終了。現在テールトゥーノーズになっているのは3番手4番手の兄弟対決と5番手6番手の前田と国重の対決です。その後ろ7番手の争いは5台、そして12番手争いが7位列となって今バックストレートに入ってきます。12番手はカーナンバー26番の坂野大元、その後ろに高橋、さらに関口、大和田、ちょっと離れて山崎、桑山らが続いていて、ここが今8コーナーで入れ替わるか、入れ替わらなかったなというところですね。長いですね、対立長いです。ホームストレート戻ってきて5周終了、6周目。トップの坂井と2番手吉岩なんですが、坂井がペースを上げ始めましたので、吉岩とのタイムギャップがコンマ4と広がり、その後ろ3番手との間がさらに広がりました。この3番手のブライオリー兄弟対決、松尾兄弟に後ろから前田と国重が近づいてきまして、3番手表彰台バトルが4台となっています。現在7コーナーから立ち上がっていくところです。
ました松尾瀬名、松尾修馬のこの2人のバトルなんですけれども、現在瀬名が前、修馬が後ろ、瀬名と修馬です。もうお父さんとお母さんが青春時代をどんな風に過ごしてきたかが伺い知れるようなネーミングですけれども、さあ1コーナーへと向かっていきます。3番手争い、後ろから前田と、さらに国重がちょっとついていけないか、このペース国重さんが前から少し離れました。リーディングセクション、前が競り合ってくれたら国重もう一度入れる。おー、5コーナー、前田投手が先に動いた。カーナンバー5番、4番手に出場、カーナンバー9番の松尾修馬の前に割って入りました。前田投手です。そしてバックストレートで1回あらぶるよカーナンバー13番安藤優斗でした。先ほど10番手だった安藤ですけれども、ピンをした後ですね、再スタートしていきました。さあこれで7周終了、8周目、トップ2はもう完全に単独になって、三つ田 BWG レーシングのジャフジュニアに出ているのは本当達じゃないし、そこで勝ってるのも達じゃないという酒井とそれから吉岩の2人が単独走行に入っています。三つ田ワンツーまで後半へと突入しています。残り5周弱、3番手4番手には瀬名修馬対決なんですけれども、ここどうなっていくでしょうね。もう一度松尾修馬が前田投手をかわして4番手に上がっています。5番手前田、6番手国重、少し離れまして7番手遠藤新たの後ろから木内です。さあそして今7コーナーのところで一瞬木畑が振られたのはカーナンバー24番ですね、高橋瀬名です。A チームバスモータースポーツ、今回本体はチーム本体は茂木の FIA4 に行ってるので、こちらには来てないんだけれども頑張りますと言っておりました。最近まだねレース歴浅い悪魔ケッツから上がってきたドライバーです。現在単独トップは7コーナーを立ち上がってきます。バトルをしそうなのが今8コーナーに入ってくる前田壮介と国重とは5番手6番手争いだ。さあ国重がもう1回ラインを変えてくれば、これはダメ。前田壮介が5番手をしっかりキープをしました。これで前から少し離れてしまって前田と国重は逆に表彰台の目がちょっとなくなったかな、遠のいたかなという感じです。その後ろでは遠藤新と清水翼がぴったりつけていまして、遠藤新はこちらも水水から常に本州がハイレベルなところへ遠征をしてきているドライバー、カーナンバーは16番、一方カーナンバー14番の清水翼は今年ジャフジュニアアデッパに出てます。表彰台にも乗ってます。さあこの2人によりますジャフジュニア対決がこちら7番手8番手争いです。10番手松井と10番手常川は単独になりました。11番手高野海源に12番手関口俊がぴったりつけて、現在9コーナーへと進入をしていきます。26番と19番、ちょっと離れてカーナンバー4番緑色のヘルメット大和田海斗、その後ろ山口を先頭に5台のバトルが繰り広げられています。ホームストレート通過、山崎守れるか、後ろから桑山坂も来ております。レースは10周終了、残り周回数は1周半、トップ2はもういいでしょう。3番手4番手の兄弟対決はまたまたシューマが前に来ましたね。シューマが前にやってきました。8コーナー、さあここはどちらが表彰台に乗ることになるのか、そして兄弟なのでめったなことはないと思いますが、ここにもしものことがあれば表彰台が転がり込んでくる。5番手6番手争いの前田と国重は先ほどから結構ラインを変えてやり合っています。いよいよファイナルアップです。3コーナー1コーナーから2コーナー、国重が動きましたが前田はそのまま、4コーナーでは前田2台、ここは動かない。5番手争いが4台に膨れ上がる。5番手、ベッドベトに回った前田、後ろから国重、さっきもこんな予選でも同じパターンだったけれども、
ありがとうございます。それではプレゼントを行います。次のポイント、中央へ。